皆さんこんにちは。大沢チャンネル、本日は最高に美味しい主役の一品をご紹介したいと思います。今日のチキン南蛮は、衣が薄いのにお肉がすごく柔らかいですし、特製のタルタルソースがたまりません。一度作ったら外で食べるより我が家だなと納得していただけること間違いありませんから、ぜひ一緒にチェックしていきましょう。鶏肉は菌がついておりますので、水道水でよく洗っておきましょう。洗った鶏肉はペーパーで軽く水分を拭き取っておきます。塩コショウはしっかりとしておきましょう。おすすめは甘塩の塩コショウ。ニンニクや生姜が入っていて、味にさらに深みが出てきます。しっかりめに片栗粉をまぶしておきましょう。もうこの状態で美味しそうですね。いつものように揚げる前にお鍋を温めておきましょう。今日使うお鍋はちょっと深めの3リットル入る3コート。薄いお鍋よりも金属量が多いことによって温度がより一層安定します。中火で3分間加熱していきましょう。空炊きでお鍋が温まったので油を入れていきましょう。3コートも口径は18センチなので、入れる油は米油が1カップです。すぐに温度が上がってきますので、お箸を入れて浮かせた状態でシュワシュワシュワっと泡が出てきましたら OK です。鶏肉は大きいので、トングを使って入れていくと簡単ですよ。1枚をドーンと入れました。これでもとても静かに揚げれるのが、金属量の多い背の高い3コートのいいところになります。蓋をして蒸気が上がるまで待っておきましょう。お鍋から蒸気が上がってきたらひっくり返すサインです。じゃーん。ご覧ください、とってもカリカリ揚がっております。蓋をしてあげると、蒸して揚げてになりますので、片面を揚げた時点で、約7割は火が通っております。ですから、ひっくり返した後は、3分ほど揚げていただきましたら取り出しましょう。カリッカリです。大きな 350g の鶏肉が、カリッカリに揚がりました。蓋をしてあげることで蒸してあげておりますので、中の水分が飛ばず、すごくお肉はジューシーに仕上がっております。そしてロイヤルクイーン健康料理の真骨頂、1カップの油が終わった後も、じゃーん、全然減ってません。むしろ増えております。鶏肉の皮と身の間にある油をギューッと外に押し出してくれるので、そのまま焼いて食べるのと同じぐらいヘルシーに召し上がっていただけます。美味しくてカロリーが少ない、最高ですよね。これマジで特製の美味しいタルタルソースを作っていきましょう。ゆで卵、そしてたくあん、玉ねぎを細かく粗みじん切りにしていきます。マヨネーズとたくあんでいいお味ができますので、塩コショウは一度味を見てから入れるようにしましょう。美味しいわ。揚げたてのお肉は大きめにカットしていきましょう。うわ、肉汁が飛び出るな、これ。
これだけで最高に美味しそうなんですが、ここで最後にこの、そうです。極上のタルタルソースをかけていきましたら、大沢チャンネル特製、チキン南蛮の完成です。それでは一つ食べてみたいと思います。うわ、でっかいな。いただきます。生きててよかった。